おはようございます。今日は JR 大阪駅へやってまいりました。本日の動画はダイヤ改正に関する動画を作ろうと思いまして、ここ大阪駅へやってきました。この大阪駅には JR 線の他に阪神線、阪急線、そして地下鉄線などが乗り入れております。私鉄、JR 以外の私鉄などは梅田という風の名前で駅名がついているんですが、そのうちの1本、梅田駅に入ります御堂筋線という線路があります。その御堂筋線に直通しています電車、北大阪急行電鉄というのがありますが、おっとすごい、あれはすごいな、なんか著作権がやばそうな列車がやってきましたよ。すごい色が盛大にカラフルに彩られたユニバーサルスタジオジャパンのラッピングでございます。そんなことは置いといて、その北大阪急行電鉄がですね、今年本年の2024年3月の23日より延伸開業ということで、肉感だけですかね、箕面の方に大阪から北の方ですね、延伸をするということで、今回はそれについての動画を出そうと思います。めっちゃアピールしてるのは、あ、そうだ、ウエスタンのポイントがそろそろ切れそうだから使わなきゃ。水線の改札やってきました。ここ御堂筋線の改札、梅田駅には不思議な改札がありまして、すごいな、あんなんがあるんだ。顔認証の改札がしております。そして四ツ橋線が遅れてるんだ。とりあえず御堂筋線に乗っていきましょう。千里中央駅に乗りたいな。すごい、美濃茅野方面、もうすでに新しい新駅の方の駅名が出ております。見てみましょうか。新しくその行ってます北大阪急行の延伸区間が開業すれば、行き先も千里中央ではなく箕面茅野という駅の名前になっていきます。千里中央行き、これからは箕面茅野という名前になってしまいます。そしてもうここにも江坂、箕面、茅野方面とすでに新しいのがついてますよね。向こうは天王寺、そして中門寺方面の電車です。あれは2万系、天王寺、中門寺方面、そしてそれとは反対に逆側、こちらは江坂、箕面、茅野方面となっております。もうすでに箕面、茅野と名前が変わってるんですね。まだ箕面、茅野までは行きませんが、あれ少し貴重だから見ておこうか。そしてここは JR との乗り換え、新大阪駅でございます。次は天王寺駅ですね。携帯灯をつけてやってきたのは天王寺駅31系、3万1000系です。まあさて、この新大阪駅にはそれぞれ本数が2本あれば、そのうちの1本は千里中央、そしてもう一つは新大阪駅というふうになっていくわけですけど、こちらの新大阪駅が広域止まりということで、ここからですね、広域で折り返しを行います。千里中央方面へはお客さんが少ないですので、一旦ここで降りる人もいるわけです。新大阪止まりの列車は発車後すぐに内側の線路へと進入していきます。速度はゆっくり。
をやって中でですね少し休憩することもできます。ちょうど今天王寺駅が発車していたところ、ここにすごいな、一般ゴミとはいえどなかなか傘をぶち込むやつはおらんぞ。まあ確かに一般ゴミではありますけどね、多分これは燃えるゴミのことを表してるんですが、まあ分別はまあ多分大丈夫なんでしょう、知りませんけど。というわけでこの千里中央駅も今回で見納めというような感じになっていきます。おそらく千里中央駅はもう出ないでしょうね。もしかしたらいつか出る時がダイヤの乱れとかであるかもしれませんが、とりあえずしばらくは千里中央はもう見れなくなります。指定電車で、あの電車もしばらくしたら置き換えられるでしょうと言いながらも、新しい3万系電車は未だ立って全然置き換えが進んでおりませんけども、南北線延伸千里中央から美濃岡谷の開業します。このたった2駅の区間ですけども、これで美濃市の方からバスが出てまして、美濃市の人が大阪へすぐに来れるように、もちろん新しい住宅の土地の値段も上がっているそうです。トンネル工事をして最終的にこの美濃船場半大前っていうんですかね、これが半大の一番近い最寄り駅になるわけで、この半大前が地下駅、そしてこの美濃茅野駅は高架駅になるそうです。位置関係的にはこんな感じですね。美濃茅野、そして千里中央、これ A 社がですね、今いるのが新大阪ですからここです。これをねちょっとね今日は見ていきたいと思います。ですから今回の動画でその美濃茅野まで行ってみようと思います。さっき言ってました傘の一般ゴミ、いつの間にか回収されておりました。駅員さんから回収してくださったんでしょう。さすがに一般ゴミにしては一般的じゃないゴミでしたよね。ずらーっと向こうのから白い壁、ここに多分広告が入るはずだったんですが、わかりません。で、ここには中本から全駅が書かれております。張り替えられたのでしょう、おそらく新大阪から東三国、江坂、緑地公園、桃山台、千里中央、そこから美濃、千葉、半大前、そして美濃、茅野というふうになっています。この江坂からは北大阪急行電鉄、そういう路線に入ってまいりますけども、この新大阪から次の千里中央行きにでも乗りましょうか、そう考えております。11時18分発、2番線に到着の電車は江坂方面千里中央行きです。電車とホームの間が広く空いております。足元にご注意願います。足元にご注意願います。 The train on platform 2 is bound for 千里中央 via
阪急行の車両9000系美濃四季彩りもみじ号っていうのかな、すごいカラフルな車両が止まっております。そして先ほど前乗ってきたのがこちらの中松駅に変更になりました北大阪急行の車両。そしてこの千里中央駅上を見てみるとすごいですよね。つながってるというか吹き抜け構造になっておりまして、まるで海外の地下鉄みたい。あーすごい彩りがねめちゃくちゃすごいんですよね。なかなかこんなに全面ラッピングするのは関西だけじゃないですか。関東とかあんまりしないんですよね。お、ここからなんもないよ。ここからなんもない塗装になってる。ここに乗車位置案内、各駅のエスカレーターとかそういうのが書かれてるわけですが、これは千里中央までですね。ここより北側は書かれておりません。これもいずれ張り替えられるでしょう。千里中央駅に来たんですけど、千里中央の改札の中にねこんな面白そうなフレッシュ 100% オレンジ、面白いのがあったんでね飲みました。めちゃくちゃ美味しいです。みかんの味がしてね、本当にここで絞ってくれるんですよ。すごいよね。というわけで、はい、じゃあね千里中央のね向こうの方ね見ていきましょうか。ちょうど次の電車も来てしまった。この列車の行く先にはもうトンネルができております。あのトンネルの先には美濃茅野までのトンネルが続いているわけです。こんな上から見れるのもこの千里中央の駅構造のおかげ。台湾行った時ですね似たような構造を見ましたよ。千里中央来た。バスも走っている。阪急バスの走ってるとこなんですね。一応北大阪急行大阪モノレールともに阪急のグループ企業でもあります。今いるのはここからですね、ずっとこの青いところのね方に沿っていって北側方面に走っていきます。でここに北大阪急行美濃茅野駅がございます。ですからねここからずっと駅を北側に行きましてこっちの方に、ね、行ってみたいと思います。なんだあれ、ニュームジェットっていう名前のバスが走ってますよ。阪急バスです。どこ行くんだこれ、美濃の方行くんだね。ニュームジェット面白っ。駅から先ほどの千里中央駅から北側、今この辺りこの交差点の辺りに来ました。こちらです。鉄道延伸工事シールド工事を行っています。北大阪急行が換気口がなんか作ってるのかな。そうだ、新千里北換気所建築設備工事らしいです。地下鉄を走ってると換気が必要になるから、あの換気塔みたいなのを作って換気を促してるわけでしたね。でこれが県道432号、地下鉄がずーっとこういってここから向こうの方に行きます。右側に見えてる高架、そしてこの阪急バスがずっと走っている道路、これをまあ新御堂筋というわけですが、今美濃の方へ向かっております。この千里からずーっと南の方、大阪市内中心部梅田、そして、そこからですね天王寺方面難波の方まで、この新御堂筋、御堂筋が御堂筋線のように沿って南の方まで続いております。でこの道路は結構交通量が多くて、今まではこの千里中央から北側へはもうこの道路とかバスとかでしか行くっていう方法がなかったんですが、今回の延伸、3月23日からの延伸によってこの阪急バスの路線とかもですね北の方に行くようなものは廃止または減便とかいう風になりまして、もう電車がもう美濃茅野の方まで通じますから、その美濃茅野の方からまたバスが出てると、なんかそんな感じでバスの路線変更なども大きくある、そんな影響が出ている新しい延伸開業となります。で市はここから美濃市へと入ってまいります。
大阪府箕面市。今まではあちらが大阪府の豊中市でしたが、ここから箕面市、ずっと奥の方には山が見えます。正午12時、先ほどの千里中央から北側へ参りまして、時刻12時になりました。箕面千葉阪大前駅が今建設中でございます。多分ロータリーのあたり作ってるのかな。これ面白い形してますよね。白い屋根がポツン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 と。ここは地下駅ですから、地下鉄の駅、地上区間に線路が出てくるわけはないのですが、あんな感じでもう一目で、あ、今作ってる駅なんだなと分かるような構造、すごい先進的ですよね。本当にもう新駅ですね。綺麗ですね。そして今まで歩いてきた道がこっちの方、あっちの方の奥へ参れば千里中央駅、並びにこの御堂筋を通って梅田の方へ行くことができます。そしてあっちが工事中かな。誰もいない。ここ書いてあります、箕面千葉阪大前駅。近くにですね、千葉図書館、それから障害学習センター、大阪大学文化芸能劇場、大阪大学の最寄り駅になりますから、たくさんの利用客がいるでしょうね。そして見るとここには巨大な工事中のあれが広がっております。これ駅どこなんでしょうね。多分ここは駅じゃなくて地下を掘って、地下のなんていうんですかね、地下の改札口のあたりとかそういうのを作るんだと思いますけども、実際に線路はあの辺の下を通ってるはずです。もう稼働前の駅の状態が、間接照明とか綺麗ですよね。あんまり奥まで入れるわけではありませんが、少しでも工事の雰囲気をご覧になれたかと思います。こんな感じですね。千里中央駅から延伸してきました。先ほどトンネルをお見せしましたけど、ずっと続いてシールド工法で作られたトンネルが続きます。そしてこれですね、箕面千葉阪大前駅はこんな感じ。見た感じ島式ホーム一つの一面二線の構造ですよね。こんな感じですごい新しく作られるわけですね。すごい、もう僕の地元では絶対に見ないような最先端っぽい自転車の駐輪場。エレベーターもあって、ここの下に、多分ここの下にですね、ずーっと御堂筋線から延伸してきて北大阪急行の線路があると思います。じゃあね、今度は終点の延伸区間の終点の箕面茅野方面へ歩いていこうと思います。先ほど駅ができるんじゃないかとか言ってたのは、多分駅のこう地下部分もここにあるんでしょうけども、何か別の共同住宅が建つようです。先ほどなんか工事概要見たらそんなことが書いてありました。すごいコミュニティバスみたいなのが走ってる、かわいいな、あのモミジのやつ。もう結構コミュニティバスとか好きで、コミュニティバスって結構安く乗れるじゃないですか。さらにもうあの日野自動車のポンチョってやつが好きですね。まあこの話はどうでもいいです。見ていきましょう。はい、あ、もうここもまだ駅なんだ。出入り口はここにあるんで、ずっとまだまだあるんですね。このずっとここがね、またね、北側の出入り口なんで、ホームの終端がね、多分この辺だと思うんですよ。この終端からずっと向こうの方へ歩いていきますが、ちょっとちゃんと道を調べてないので大丈夫かな、合ってるかな。一応線路沿いに今走ってる、歩いてる、今線路沿いに歩いてるはずなんですけども、こっからですね、もう少し行けば線路が地下から出てきて高架になってくるあたりです。自分と向こうの阪大前の方から、あ、少し歩いてきまして、この右側のコンクリート何かなと思えば、いよいよ出てきましたよ皆さん。あちらが新しい御堂筋線、そして北大阪急行は新たに延伸します。北大阪急行南北線延伸区間でございます。で、もう見えてると思いますけど、奥の方にですね、駅がね、見えると思うんです。あれが新しい箕面茅野駅。なぜか信号はこう黄色になってますよね。ちょっと動画ではお伝えしづらいですが、黄色の源氏が出ておりまして、これが新しい北大阪急行の南北線の線路でございます。本日初めて見ました。こちらが延伸区間、延伸区間の終点駅、箕面茅野駅でございます。高架駅ですね。高架駅とは言っても、ここ坂の途中にありますので、地上みたいな高架みたいな両方って感じですね。超うるさいわ。バス停は簡易的にここにバス停が置かれておりますけども、本来なら多分向こうの方にロータリーがあるので、向こうの方にですね、そのバス停ができると思います。そしてここにはキューズモール、イオンなんかも入ってますよね。これが新しい箕面茅野駅です。茅野駅ですが、茅野駅、キューズモール、
こうやってね、商業施設があって、今まではね、こう車とかバスがメインだったんですけども、こっからですね、梅田に行けるようになったら1本で行けてしまいますから、そしてバスよりも安いわけです。なのでここのキューズモールに来る人も、そしてこの辺りに住んでる人から南波の方、そして梅田の方へ行く人も増えるわけです。さて、あれが美濃茅野駅裏側へ回ってまい、あれが美濃茅野駅裏側へ回ってまいりました。ここにはね、桜の木かながありますので、そして川もある。もうね、これはちょうどあれが3月23日の開業ですから、今年は暖冬あったかい、もう3月の後半になれば桜も咲いてるはず。この美濃茅野駅が開業する頃には桜も満開になって素晴らしい開業を迎えることと思います。そしてこちら側には大きな商業施設、こっちの方からね、多分ね、直結できるんじゃないですか。あって、もしかしたら、そうですよね、直結できると思います。ちょっと後で見てみましょうか。すげえ、めっちゃ懐かしい。このタイプのエスカレーターというか、このカートごと行けるタイプですよね。このエスカレーターめっちゃ懐かしくて、昔家の近くにあったイオンにもこんなんがありました。結構古い店舗なのかな。ずっと商業施設を出たところにありました。これが美濃茅野駅、こっちが改札口ね、なんでしょうね。そんなに大きくはない、そんな印象です。北急マークも少々かっこよい、そんな感じになっております。これがね、多分2階の入り口で、すぐ横にこんな感じで商業施設がありまして、今位置関係的にはこんな感じで、ここにですね、あの新しいホーム駅ができまして、今ここにいます。でここからぐーっとね、すぐに行くことができます。すごいね、1,2,3 で、ここに新しくキューズ、この左側に見える建物ができてるんで、これ1,2,3,4,5,6 6つありますよ。すごいな。で、千里川がここにありまして、この美濃茅野ステーション、ここね、奥ね、ちょっとだけ見えるんですけどね、新しいホームもうすでにできているような感じがしています。この美濃方面へ延伸、最初2020年になったんですね。その後2023年に伸びて、で現在2024年3月の23日に開業するということになります。こんな感じですね。駅の構造は一面二線の島式ホームの集団式、美濃千葉阪大前から美濃茅野駅間でですね、このね、美濃茅野からさらに延伸するんじゃないかとか、そういうのがありますけど、絶対ないようですね。ここに駅のホームがあって、線路がここに通ってるわけですから、ここに線路なんか通したらここの壁にぶち当たってしまいますので、多分こっから先はもう延伸しないでしょう。というわけで、今日は美濃茅野駅、北大阪急行の南北線延伸の話でした。というわけで、本日もご視聴ありがとうございました。またですね、開業した後ね、あの来てみたいと思います。今回の動画は美濃茅野駅までの延伸の様子をですね、実際に歩いて見てきたという動画なんですけどもね、もうすぐ千里中央行きの御堂筋線の車両もね、見ることがなくなりますので、皆さん見るなら今のうちにという感じです。最近はですね、駅のホームにもね、あの千里中央行きを取ろうという感じで、いろんなところから鉄道ファンの皆様が来ていらっしゃいますけども、僕もそのうちの一人、美濃茅野駅の表示幕が見れることを楽しみにしています。2024年の3月23日この工事にかかる費用は874億円、工事費には811億円をかけております。線路はたったの 2.5km ですが、これによってこの美濃市は、このような大きな商業施設にもありますけども、新御堂筋国道432号線の方の車の輸送、そしてバスの輸送だけでなく鉄道の輸送が始まります。それによってこの辺りの地域住民の方々はですね、梅田、難波、そして中本方面、大阪駅、大阪府中心部へ簡単に行くことができるようになります。ぜひ開業の時をですね、あの待ちたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた他の動画でお会いしましょう。さようなら。あ、やばい、千里中央行きのバスが行っちゃった。ちょっと待って、間に合わないかもしれない。あ、千里中央行きのバス、千里中央で降りが便利。
バスってめっちゃ便利ですよね。というわけでご視聴ありがとう。バイバイ。